皆さんこんにちは、花丸帝国です。今回もコーペンちゃん花丸ストアで購入した商品のね、グッズの紹介をしていきたいと思います。今回もめちゃくちゃ可愛いグッズが登場してるからね、早速開封していきたいと思います。今回僕が購入したのはこれだけなんですけどね、ちょっと少なめなんですけど、もうめちゃくちゃ可愛いグッズをね厳選して購入したので紹介していきます。まずはこちらのポストカード、会いに来たようなコーペンちゃん、何度見てもとっても可愛いポストカードです。じゃあまずはノベルティからですね。これが欲しかった、今回なんならこれが一番の目的なのかもしれない。5500円以上購入した方限定でねついても、もらえるノベルティになっております。吸出されてるコーペンちゃんもまるでキャトルミューティレーションされてしまっているような、もう個人的に大好きなイラストなんですけども、このトートバッグがね本当に欲しかったんですよ。無事にゲットできて本当に良かったです。それではグッズ一つ目、こちらはパジャマのコーペンちゃんですね。君と夢見るパジャマな手のひらマスコットイエローということで、もうコーペンちゃんがねもうむにゃむにゃと今にも眠りそうな感じのこのタグですね。でこのパジャマがもう可愛いんですよね。黄色いパジャマってだけでもなんかすごく可愛いんですけど、このよく見ると柄もねすごく可愛い。コーペンちゃんとかエナガちゃんとか四つ葉とかね書いてあって、とってもおしゃれだし温かみのある、パジャマですね。このパジャマはね一応上で縫い付けられてるから外れないですね。でこの帽子も外れないようになっています。手のひらマスコットと書いてあったので、お供のコーペンちゃんぐらいの大きさかなと思ったんですけど、お供のコーペンちゃんより一回り大きいですね。もう早速仲良しになっております。可愛いですね。で2つ目がこれ、これもねめっちゃくちゃもう個人的に見た瞬間からうわこれは買おうみたいな思った商品ですね。コーペンちゃんのね君とキャンプなテントマスコット焚き火付きということで、これコーペンちゃんがソロキャンプをしているようですね。コーペンちゃんのマスコットプラスこのテントプラス焚き火が付いているということで、なんともお得感あふれるグッズになっております。このテントがもう可愛いよね。水色コーペンちゃんのテント、これをもうそもそも本当のテントとしてグッズ化してほしいなとか思っちゃいますよ。この焚き火も可愛いよね。それではそれではコーヒーを持っているコーペンちゃんをテントに入れてあげましょう。うわー可愛いな、本当に一人用ですねこのテント、ソロキャンプっていう感じで。ここがどうなってるんでしょうか、カーテンを閉じることができるんでしょうか。しっかりとここねよく見たらマジックテープになってて、このようにテントを閉めることもできてしまいます。細かいところにまで手の届いた、素晴らしいですねこのグッズ。コーペンちゃん見えなくなっちゃいましたね。でもしっかりと一人でソロキャンプ楽しんでいるようですね。このテントを開いた時にコーペンちゃんがねバッと出てくる感じ、もうたまらなく可愛いし大好きですね。これ無駄に開閉したくなってしまいます、それぐらい可愛いグッズになっております。でこのマグカップ持ってるコーペンちゃんはね、お供のコーペンちゃんと同じぐらいの大きさですね。ちょっとだけスリムですね、細い細い、至る所が細くて可愛い。このねやっぱサイズ感が僕は大好きですね。てな感じでお供のコーペンちゃんも入るか一応ね試してみます。入るかな、お供のコーペンちゃんにいろいろな経験をさせてあげたいですからね。初キャンプですね、ソロキャンプ、まあ一人でソロキャンプができるとはちょっと思えないですけども、テントに入れてあげましょう。すごくはしゃいでいる様子がね伺えますね、楽しそう。今度ねコーペンちゃんと2人でキャンプをやった動画みたいなのもね作りたいなと思っているので、楽しみにしていてください。そして最後の商品がこれ、もうこの時点で破壊力がもうすごいことになってますね。君の夢見られるかなと3人のコーペンちゃんが言ってて、おやすみベッドとつながるマスコットおねむバージョンということで、めちゃくちゃ可愛いんだよねこれも。もう見た瞬間にこれは絶対に買うと心に決めた商品です。このお布団もね柄がとっても可愛い、四つ葉ついてるし、そしてコーペンちゃん3人ついてる。でこのベッドの裏にもねこのように一緒にお休みしようって書いてあったり、四つ葉のね形にくり抜かれてたりと、もう可愛さしかないグッズになっております。
そしてみんなたちがね離れ離れにならないようにしっかりと後ろではこのようにクリップで止まっているんですね。そしてなんと花丸ね、隠れ花丸もありました。そしてなんとなんとこのね枕がすごいふっかふかなんですよ。これなんて表現していいかがわかんないんですけど、とにかくもう触ってたくなるし、なんなら僕が使いたいレベルのふかふか具合、絶対安眠が約束されている枕になっております。この枕本当に欲しいんですよね。元気充電枕とはまさにこのことなのかもしれないです。それではコウペンちゃんたちのお顔をよくチェックしましょう。ピンク色の帽子のこの子はもうすっかり夢の中ですね。君の夢を見ているんでしょうね。幸せそうな顔で。そしてこの子はもう覚醒ですね。全く寝る様子がない。今にもなんか遊んで遊んでとか、もうだだこねてる感じがしちゃいますよね。そしてこの子はね、もう5分後には寝るコウペンちゃんですね。少し眠さが伺えます。まあ、ゆっくりとなんだろう、子守歌とか歌ってあげたいですね。このコウペンちゃんには。もう3人とも違う表情だから、もうそれぞれの良さがあって、もう嬉しさも可愛さも3倍ですね。で、お供のコウペンちゃんもね、ここに加わってみましたよ。せっかくなのでみんなたちと一緒にお布団に入れてあげたいと思います。この大きさだとね、いろんなマスコットでこのように遊べるから楽しいですね。この暖かそうなお布団、そして両側にねパジャマのコウペンちゃんに囲まれてとっても幸せそう。あれ、お供のコウペンちゃんいないなと思ったらね、ここにしっかりいます。お布団に深く潜り込んでるところもとても可愛いなと思います。後ろからお布団の中を見てもね、すごく暖かそうですよね。僕も小さくなってここに入ってみたいですね。枕もほらこれふかふかそうですよね。元気充電枕。いやー、このお布団で夢の中、夢でいいからこのお布団で眠ってみたいですね。先ほども紹介した黄色いねパジャマのコウペンちゃんを置いてみると、まるでお母さんが子供たちを寝かしつけてるような絵になるからね、さらに可愛さが増すなと感じました。その横ではねソロキャンプをしているっていうとても面白い絵にもなるし、いやー本当に今回のこのグッズ買ってよかったなと思いました。今回購入したのはこれだけなんですけども、一つのグッズの中にね布団がついてたり、コウペンちゃんが3人いたり、そしてこのソロキャンプもねコウペンちゃんがついてるだけではなく、テントや焚き火までついているということで、とにかくお得感がすごいなと思いました。本当に購入してよかったです。じゃあね、今回の紹介動画はこれで終わりになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。